それにしてもクリスタルって何なんすかね。クリスタルさえあればカオスを倒せるのかな。それがコスモスの望みなら俺たちが果たすまで。俺たちは何のために戦っている。何のためって、カオスを倒し世界に平和を取り戻すためだろう。コスモスはクリスタルを集めろと言っただけだ。カオスを倒せば平和になるという保証もない。世界がどうなるかなんて誰にも分かりはしない。とにかく信じればいいっすよ。分からなくても今は戦うべきじゃないのか。俺は納得したいんだ。何のために戦うのか答えも見えぬまま流されたくはない。クラウド、お前たちはどうなんだ。こんな状況でも戦える理由があるなら教えてほしい。戦う理由？そんなのちゃんと考えたことなかった。俺は親父との決着だけど、それは個人的な問題だしな。ティーダはそれでいい。少し考えさせてくれないか。俺はクラウドが納得できる答えを見つけたい。うん。答えか。ティナ、気配は？まだ先だけど。下がって！コスモスの手のものか。なんだ、この威圧か。底知れない力、測りきれない。退屈しのぎに出向いてみれば、女子供のみとはな。まともにやったら勝ち目はない。ティナもいるし、ここはひとまず。見逃してくれませんか。何？僕らの力はあなたには及びません。戦っても退屈しのぎにすらならないでしょう。なら他に強い相手を見つけた方が満足できるはずです。あなたが弱い者をいたぶる卑怯者なら話は別ですけど。無力な者を無に返してもまさに無意味か。よかろう、見逃してやろう。だが小僧、一つだけ教えてやる。言うなき者にクリスタルを手にする資格はない。ちょろいもんだね。ま、やり合う羽目になっても適当にあしらって逃げるつもりだったけど、僕、勝てない相手とは戦わない主義なんだ。でもいいのかな。いいって何が？なんだかわざと逃がしてくれたみたい。戦いを避けたあなたに助言めいたことまで。言うなき者って話のこと。勝てない相手と戦うのは勇気じゃない、単に無謀で無駄なだけだよ。ごめんなさい。でもだったらクリスタルを手に入れて証明するよ、僕が言うなき者じゃないって。行こう。まだ気配は感じるんだよね。この先よ。よし。戦う理由、しばらく考えてみた。だが言葉にするのはなかなか難しいな。そうか。一つ思いつくとしたら、やはりこいつか。それは？野原だ。ずっと見たかった景色があるんだ。俺はそのためにこの戦いを終わらせたい。ま、今のところ夢みたいな話だけどな。夢？ああ、夢を諦めたくないんだ。それがあるから俺は戦い続けられる。フリオニール、
俺と戦ってくれないか。え？知りたいんだ。それだけで本当に戦い続けられるのか。夢の強さ、というやつを。しかし。わかった。受けて立とう。ここ、この近くに、強い気配を感じる。特に変わったものはないけど。ちょっと、あたりを調べて。ティナ。ティナ、やめるんだ。僕がわからないの。こうなったら戦って止めるしか。気高き獅子の誇りを持つ戦士スコール。仲間、彼にとってそれはただ同じ世界に目覚めただけの他人なのだろうか。助かった。サンキューな。あ、もしかして一人か。ああ。じゃあ、旅は道連れだな。一緒にクリスタルを探そうぜ。どうして、そうなるんだ。あんたたちには悪いが、俺は一人の方が気楽でいい。一人って、寂しくないか？まあ、手分けして探すのもありかもな。じゃあ、俺たちはあっちに行く。クリスタルを手に入れたら、また会おうぜ。ああ、そうそう。どうした？せっかく会えたんだから、持っていけよ。なんだ、この汚い羽は。汚いって。はっきり言うな。こいつは幸運のお守りなんだ。俺と一緒にたくさんの危機を乗り越えてきた相棒さ。ここは戦場だ。人のことばかり気にしている場合か。スコールのことが心配なんだよ。俺はジタンと一緒にいるから大丈夫。次会うとき返してくれればいいから。約束な。てな、約束だな。まだ、終わっていない。大したものだ。言っただろう。夢を、諦めないと。ああ。だが、俺はお前にはなれない。なぜだ？探しても、見つからないんだ。夢を持たない俺は、どうしたらいいと思う？すまない。困らせるつもりはなかった。俺の求める答えは、ここにはないのかもしれない。ティナ、僕だよ。しっかりして。邪魔をするでない。真の力が目覚めつつあるのだ。ティナに何をした？
伝説のオニオンナイトか。大層な称号を名乗っても所詮子供よ。誰のせいでこうなったかわからんのか。小娘の苦しみを救うどころか、剣を振るって痛めつけた人でなしは誰だ。嫌がる娘を強引に連れてきた愚か者はどこの誰だ。それはあの娘は悟っていたぞ。進んではならぬとな。全ては己の浅知恵を過信したお前自身が招いたことよ。己の無知と無力を呪え。お前にあの娘は救えぬわ。ティナ。クラウド、フリオニールから答えはもらえた？ああ、あいつには夢があるらしい。それを叶えるまで諦めず戦い続けると。フリオニールらしい答えだよね。聞いたのか？恥ずかしがってなかなか教えてくれなかったけど、彼は野原の咲くいつまでも平和な世界を作りたいんだって。子供みたいな夢だ。だからこそあんなにまっすぐなんだよ。星にでも願ったのかもな。セシルはどうだ？僕もクラウドの望む答えはあげられそうにない。でもどこかに答えを知っている人がいるかもしれない。探しに行ってみたらどう？しかし。行ってこい、クラウド。お前たち応援するっすよ。本当にいいのか？ただし、答えを見つけたら俺たちにちゃんと教えるんだぞ。わかった。約束する。